こんにちは、セーラープルート役の保坂優子です。いよいよ始まります、秋のファン感謝イベント。今回の見どころは何といっても私の踊りじゃないでしょう。新キャストもいっぱい登場します。お楽しみに。皆様はじめまして、新しくセーラーマーズ日の霊役を演じます川崎愛子です。この役は代々パワーあふれるキャストの皆さんが演じてきたとお聞きしました。私は私で原作に近い気品のあるセーラーマーズを目指して頑張りたいと思います。どうかマーズファンの皆様、セーラームーンミュージカルのファンの皆様、このイベントで見限らずに冬の本番を期待していてください。どうぞよろしくお願いします。東京公演、最初はやっぱり緊張するよね。私も今は落ち着いてはいますが、やっぱり最初は緊張しました。冬公演はさらにグレードアップした天才少女水野亜美ちゃんの道を極めていきたいと思います。
セーラーマーキュリー水野亜美役の若山真奈美でした。はーい、みんな元気に遊んでね。はーい、イエーイ、私も元気です。全然元気一直線のセーラーヴィーナス愛の美奈子役の渡辺瑞希です。オース、メス。夏の公演を見てくださった方は誤解している方も多いとは存じますが、私は若いです。まだ中学生です。そこんとこよろしく。セーラージュピター木野誠役の渡辺舞14歳です。私はもっと若い小学生です。ご無沙汰しております。謎の美少女トモエホタル、セーラーサタン役の中村ルリアです。本当の私は元気な12歳です。咳込むこともありません。貧血を起こすこともありません。このファン感謝イベントでは思い切り元気な私を見てください。頑張ります。さて、どんじりん控え師はセーラープルート冥王刹那役の保坂優子です。ありがとうございます。人によって年齢の見え方はいろいろです。私も世間ではまだ若いひよっこなんですが、この環境にいると老けて見えてしまいます。そうなのよ、環境のせいなのよ。今回は若いところをお見せしたいと思います。そこのところよろしく。はい、クーには後で若々しくギンギンに踊ってもらうので、サカンタカよろしく。よろしくお願いします。それでは次に皆様注目の二人。なんか嫌な雰囲気。プレッシャーを与えないでください。あなたですよ。では新外部セーラー戦士のお二人に登場してもらいます。新セーラーウラヌスとネプチューンです。どうぞ。それでは新ウラヌスとネプチューンの登場です。ウイウイしさが伝わってきますよ。どうぞ。私のことよ。聖杯の言い伝え受け継いで、最後のタリスマン探す我らの使命。ピュアな心が近づいている。狙いはこの辺り、無限学園ドラのメタボに容赦をしない。戦いの用意はいつでもできてる。新たな時代に誘われてセーラーオラルス華麗に活躍。新たな時代に誘われてセーラーネプチューン優雅に活躍。はい、どうもありがとうございます。それではご紹介しましょう。私たちの新しいメンバー、新セーラーウラヌスとネプチューンです。皆様はじめまして、新セーラーウラヌス天皇遥役の内田麻子です。ありがとうございます。新セーラーウラヌスとしてこの会場に新しい風を吹かせてみたいです。その風の息吹を感じていただけたら幸せです。精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。新セーラーネプチューン海王満ちる役の稲見智子です。選手として舞台に立つのは今回のイベントが初めてですが、一生懸命頑張りますので皆さん応援よろしくお願いします。
ごめんなさいね、プレッシャー駆け巡りの紹介の仕方で。新人イビー、プレッシャーをかけられた方が10倍も20倍も頑張れます。私にはやめてくださいね。ネプチューン、どっかで見たことある。その態度許さん。ミスばっかりないんだ。ミストレスナイン、オスメス。はい、私は前からネプチューン役をやらせていただくことになっていましたので、夏公演では修行のためにミストレスナインをさせていただきました。稽古場で浅見さんのアクアミラーの回転じっと見てたもんね。はい、あと本番中には前蹴りの練習をしていました。先代は前蹴りしかできませんでしたからね。チョップしろって言うと水かきが邪魔でできないね。え、水かきって何？ほら、先代の浅見さんはカッパって呼ばれてたじゃない。あ、なんでカッパって呼ばれてたんだっけ？あれはね、むくれると口がカッパみたいになるからなんだよ。だからカッパって呼ばれてたんだね。そうね、あれどのくらいかしら。ちょうどこのくらい。だからサタンちゃんぶん回してるようなもんなのよね。疲れた。そういえば、シンウラヌスは正真正銘このイベントが初舞台なんですよね。はい、前の方が偉大だったのですごいプレッシャーです。偉大ってあんなのただのごくやってただけよ。私が質量ともに追い抜いてみせます。ほんと大丈夫だって。ウラヌスなんてただスペースソードをくるくる回してればいいんだから。あとはドーン、カッチョつけてればいいな。とりゃ行くぞ。こういうのもありよ。死ぬかな。突っ立ってりゃいいね。偉そうに突っ立ってりゃ。邪魔だ。わわ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 、ワールドワールドシェイキング、リーッ、飛びます。パワーはまだ健在なんだよ。悪で復活ってのもあるしね。いやー、びっくりさせないでよ。私は何も言ってませんから。ルリアちゃんは可愛いわね。はい、突然の乱入ですいません。ただスペースソードくるくる回してまして、ただ突っ立ってましてドーンってやってまして、ただ長くやってただけの前世ラウランス役の高木奈緒です。お久しぶりです。はい、前蹴りしかできずに水かけがよく邪魔をしておりました。旧セーラーネプチューン役の浅見優香です。ところで、まだタリスマン持ってらっしゃるんですか？そうでした。今回私たちが出てきたのはですね、タリスマンの受け渡しのためでした。はい、それではここでですね、シンウラヌスとネプチューンに大切なタリスマン、スペースソードとアクアミラーの授与式をにぎにぎしく執り行いたいと思います。ミュージック、はい、このスペースソード、私の血と汗と涙がいっぱい詰まってます。ウラヌスの風を自分で感じて、お客様の皆さんにウラヌスの風を感じていただけるように頑張ってください。はい、このタリスマンアクアミラー、これは私の時に一度新しくなって綺麗になったんですね。で、こう私こうやって回すことを始めたんですけれど、練習しすぎて指の皮がむけちゃったりとかもありました。正真正銘、私の汗と血が染み込んだミラーですので、大切に扱ってください。一心同体になるよう頑張ってください。これを怪我さぬように頑張ります。はい、ありがとうございます。それでは、はい、せっかくお二人に登場してもらったので、はい、新セーラー戦士の花向けとして一曲歌っていただきましょうか。ね、ありがとうございます。じゃあですね、私たち2人の大切な思い出の曲を、じゃあ1曲歌わせていただきたいと思います。はい、曲はもちろんディスティンドカップ、お願いします。遅すぎたのか我がプリンセスよ、すでに侵されたこの星を
守るためなら命も惜しまない。初めて瞳を合わせた時、気づいてしまったその真実、振りまく光はブロンドの仮初め、女神に課せられたソリチュール、ただひたすらの孤独だと寂しさは寂しさを見抜くもの、見られて熱い胸騒ぎ、使命さえ揺らぎ、私がいるのにその目はなぜ、見知らぬ影りが悲しい、二人はどこまでも次のデスティニー、癒しの海がここにある、この心癒せるのは やっぱりこの曲は二人に合ってるよ ねほら、あさみさんと高木さんはさ、うん、ちょっとイベントと本編とちょっと違う歌い方をしてるよね。そこがまたなんかやっぱ新鮮な感じだよね。新鮮に思えたね。本当にこうやって見ててもまたジーンときちゃうよね。うん、鳥肌立っちゃうね。本当に すぐそこに破滅が潜もうと守り抜く、我らだけの手でこの星を我がプリンセス、おお、大物ゲストのコーナーも終わりましたので、新セーラー戦士の紹介を続けたいと思います。はい、もう一人のセーラー戦士といえばもう若いですね、新チビムーンに登場してもらいましょう。チビムーン、はーい。はーい、元気がいいですね。はーい、それでは早速新チビムーンに歌っていただきたいと思います。曲はまたまたチビウサです。知ってるお友達は一緒に歌ってください。ちびうさよ、どこへ行っちゃったの、寂しい。
それじゃあチビムーン、皆様に自己紹介をしてください。はい、新チビムーンチビウサ役の大沼8歳小学3年生です。ありがとうございます。舞台も歌も踊りも初めての挑戦です。いつかみんなにあんなチビウサになってみたいなって言われるように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、立派にご挨拶ができました。はい、それでは冬公演に向けて全セーラー戦士が集まったところで、第5回目を迎えたセーラームーンなりきりコンテストの受賞者を発表し合いたいと思います。第5回セーラームーンなりきりコンテスト、今回もたくさん応募してもらっちゃいました。みんな可愛いよね。ほんとみんなポーズがちゃんと決まっててすごいよね。ほんとカチューシャマークとかすっごい似合ってる、ね、みんなちゃんと衣装も決まっててかっこいいよ。かっこいい、かっこいいね。ほんとにそれでは各賞の発表です。トイザラス賞は神奈川県の田村あやめちゃん。ほんとにカチューシャマークが似合ってて可愛いね。講談社賞は兵庫県の清水冬音ちゃん。この衣装はお母さんに作ってもらったのかな。東映アニメーション賞は群馬県の近藤美咲ちゃん。すごい、ちゃんとお化粧もしてて可愛いね。優秀賞はキャラリート部門とオリジナル部門が選ばれました。キャラリート部門は東京都元あかりちゃん。オリジナル部門は神奈川県の米山桃ちゃんでした。最優秀賞は神奈川県畠山奈々ちゃん。表彰状、畠山奈々殿、あなたは美少女戦士セーラームーン第5回なりきりコンテストにおいて最優秀賞に選ばれましたので、ここにこれを表彰します。平成14年11月4日美少女戦士セーラームーンなりきりコンテスト実行委員会、おめでとうございます。おめでとうございます。奈々ちゃん、おめでとう。プレゼンターはムーンでした。皆さん、たくさんのご応募ありがとうございました。続いては会場の皆さんに月に変わってお仕置きのポーズを教えちゃいたいと思います。さあ、続いては月に変わってお仕置きのポーズをみんなに教えちゃうよ。友達は立ってみてください。まず右手を出してください。右手は親指と人差し指を出してください。そして左手は親指と人差し指と小指を出してください。こういう形になります。わかるかな。この形をお仕置き用の時に左手の上に右手を乗せてみてください。これでお仕置き用のポーズになります。月に変わっては月にの時に左の上の方に手を伸ばしてください。そして変わっての時に右の方にくるっと回してさっきのお仕置き用のポーズになります。じゃあ行きますね。せーの、月に変わってお仕置き用。はい、みんなできたかな。みんなうまくできたかな。はい、みんなできた。みんな大きな声で元気にできてたね。みんなも一緒に歌って踊ってね。ムーンライト伝説どうぞ。Bye-bye.
ャストの紹介シリーズ最後を飾るのは当然この方です。私の大大大好きな新タキシード仮面様の登場です。どうぞ。はい、新タキシード仮面様です。マリナはどう？やっぱり先代とは違った雰囲気を持っていましたね。え、クーはどうでしたか？背も高いし手足も長いし踊りが大きく見えるよね。うん、そうだね。かっこいい。はい、じゃあそれではタキシード VS 存分に楽しんでください。風を起こすか愛に迷うか熱いこの胸ストナグルウィズテンテーション時は偶然の愛を運ぶか射抜くこの手はストナグルウィズセンセーションありったけの時代を君が持てたら空より速い翼みんなまとうよ。止まらないヒストリカルバーサス終わらせるタクシーバーサス城田優。皆様、はじめまして。新タキシード仮面千葉守役の城田優、16歳です。ありがとうございます。てれてーてーてれてー短き花の命でも、か弱き少女は可憐なつぼみ。三つ醜い浮世の鬼を退治してくれよ、ポ新太郎。旧タキシード仮面役の違う、いっぱい違いすぎあなたは私の子供役でしょ。っていうかね、みんなもだらしないハー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 息切らしちゃって。っていうか慎太郎、はい、あんた城田優って何よ。戦う気なくしますよ、ダマスク。すいません。皆さん改めまして、みんな元気に風邪ひいてる？はい、いっぱい風邪ひいてる人がいるみたいで、ダマスク星野慎太郎役の雪村芳也です。ありがとうございます。妹たちよりも高く飛べない慎太郎ですけれども、そのひたむきさ、優しさ、強さを冬公演で表現できればいいなと思ってます。皆さんの応援があれば台本にないこともやっちゃうかもしれません。応援よろしくお願いします。はい、センティ星野花子役のエンドワードです。私もあのセーラームミュージカルとともに年月を重ねてきた結果、女性陣ではもう最年長となりましたが、気持ちはまだまだ若いです。今回も初心を忘れず全身全霊を込めて精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。グリーム星人星野一家の父兼母ガリカ星野バラ子役の与田修介です。夏公演ではガリカに変身してからの剣を持ってたんですね。でもその剣を使うことなくあっけなくあのゲルマノイドにやられてしまったので冬公演こそはその剣を見事に駆使して家族を守るため、それから王女を守るため、そしてグリーム星復興のためにこの身を捧げたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様お久しぶりです。夏より引き続いて香りナイト役をやらせていただきます川崎美希です。ありがとうございます。今回もこんなに素敵なキャストの皆様に囲まれておりますので、吸収できることは吸収して慎太郎くんの笑いにも負けないようにしっかりと悪役の幹部として頑張っていきたいと思っております。応援よろしくお願いいたします。前回に引き続き友恵教授をやらさせていただきます青木かなめです。もう本当いつもいつも熱い声援サンキューベリーマッチョです。ということで、次の冬公演では、一生懸命稽古をして
本番では思いっきり楽しくやれるようにしたいと思っています。ウィッチーズ5香りナイトとともに、僕らデスバスターズ、一つ応援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。それでは新タキシード仮面様の息も整ったので自己紹介をどうぞ。はい、今回が初舞台です。すべてがまだ未熟ですが、先代の浦井さんに負けないようスケールの大きなタキシード仮面役を目指して頑張っていきたいと思います。ガッツは誰にも負けません。皆様声援よろしくお願いします。はい、冬公演はこの城田さんと一緒に最高のカップルを目指して頑張りたいと思います。ここからはセーラー戦士のテーマ曲大特集。もちろん私も歌ってますよ。トップバッターはセーラームーンです。曲はザ・ラストチェンジ、聴いてくださいね。長い
雲を切り裂いてジグザグジグザグスラッシュ、天と地を結ぶジグザグジグザグフラッシュ、中空に炸裂光の足蹴り見せてやる、変わって世界を呼べばバイオレンス、悪魔のロッション祈ればリスペクト、シックなロッション、私は変革の戦士、セーラープルート。何人もこの門を通ることは叶いません。
んなことがあっても私に使命がある限り永遠に守り続ける。星野ちゃんと新アルバ星野希望ちゃんの2人です。どうぞ。この娘たちがとっても可愛くてお歌が上手だったなと思うお友達。ありがとうございます。あらほら2階のあんなね後ろの方の人もみんな拍手してくれてる。嬉しいね。じゃあこんなに温かい皆様に自己紹介させていただきましょう。まずは新アルバちゃんから。新アルバ星野希望を演じます山口純です。歌と踊りとセーラームーンミュージカルが大大大好きな小学校3年生の8歳です。一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。夏に引き続いてユタさんの娘役モス星野聖歌をやらせていただきます。石黒敦希です。ありがとうございます。夏公演のモスよりもっともっともっと元気いっぱい明るく頑張ります。応援してくださいね。じゃあね、せっかく出てきてもらったから本編では歌わない曲をもう一曲歌ってもらっちゃおうかな。ねえ、温かいわ。お客様ってありがとうございます。ねえねえ、このイベントならではのね、可愛いちびっこトリオを結成しちゃおうと思うんだけどどうかしら。ありがとうございます。行くわよ行くわよ、あなたたちの仲間を呼ぶわよ。
もう一人の可愛いちびっこちゃん、どうぞ。ちびっこ通りよ。雪村さん、照明落とされちゃったんだよね。え、どうして真っ暗になったんだっけ。照明さんも千秋楽バージョンにしちゃったんじゃないの。そうだね。最高だわ、照明さん。ほらほら、慎太郎、とうとうやられた、ね、素敵だわ。とにかくね、バラコが言ったのはね、はい、可愛いちびっこってことなのよ。おいおいおい、照明だけじゃなくお前もかよ。だ調子に乗るなよ。これ終わったらな、呼び出しな、池袋の、あの上野動物園の前で待ってろ。池袋じゃないじゃない、それ。え、池袋じゃない、上野よ、それ。もういい加減にしてちょうだい、慎太郎。ごめんなさい。はい、じゃあちゃんとね、本物のちびっこに登場してもらいましょう。僕よりちょっとだけ可愛い慎太郎。あら、その声はパパ？ママは？慎太郎。パパは？慎太郎。ママは？慎太郎。パパ？慎太郎。ママ？慎太郎。パパ？慎太郎。ママ？慎太郎。アントニオ猪木。元気があれば何でもできる。いくぜ！1、2、3。やかましいよ。バラコ、こんなことしたくないのよ、本当は。恥ずかしいわよ。突き指しちゃった、今。気をつけてね、はい。まあね、こんな親子コントも楽しんでいただいたところで、本物の可愛いちびこちゃんに登場していただきます。ちびむちゃん。はい。よし、3人揃ったところで歌っちゃおっか。はい、ね、ちびっこカルテットで歌います。曲はかぐや島伝説より、懐かしいのはなぜ。あれはなんだ、人かしら。この島は無人島なのに、人じゃやっぱり人を見るのは何百年ぶりだろう。悪い人、それともいい人、にゃーにゃー。にゃミュージカル質問コーナー。おなじみ質問コーナーです。今回も面白い回答がいっぱい出ましたね。あそこ
この椅子はザンゲイス。ほら、この椅子が癖ものね。ザンゲイスの何この椅子、バーブティチェアマンという名前です。いいですね。あの椅子に座る人はね、どういう人か。まず一つ、声が小さくて元気がない。うんね。二つ、他の人と同じ答えを言ってしまう。ダブった答えね、言ってしまう。そして三つ、わけがわからないね。特に黄色い人気をつけてくださいね。はい、ヴィーナスだね、ヴィーナスだね。そうなんです。それで、午前の部で、最後に残された方があの方です、ね、ということで行ってみましょうか。まず1問目は何かな。はい、1問目、セーラー戦士は、はい、なんで強いんですか。うん、いい質問かも。ちなみにセーラーマーズが好きですという、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ聞いてみましょうか。じゃあこれはそうですね、はい、まあ端っこのゆうくんから。あー、フェイントですねこれ。なんで強いか。なんで強いか、うん、セーラームーンを守るためにその守る愛があるから、あのタキシード仮面は強いんですよ。なるほど、はい、守る人を守りたいっていうことがね、もう何でも怖くないですね。なるほど、うん、そうですね、なんででしょう。そんな返しかよ。ほんとボケキャラだね。そうね、そうね、はい、最高。はい、チェンジ、スティーディー。あ、チェンジだ。あの、あそこのなんだっけ、ザンゲイスに行くのは毎日のように行ってたよね。そうだね、毎回毎回の公演ごとに必ずあのザンゲイスに行ってたよね。ウラヌスかヴィーナスかぐらいの感じだったよね。日々の努力と雷を愛しているからです。さすが、うまい。ごめんなさい、わけもわからない。でも面白いよ。ありがとうございます。なるほど、雷を愛するという、ね、はい、落ちないように気をつけてくださいね。あの神社の近くにある、うん、あの階段で毎朝実は密かに上り下りをして鍛えてるんです、うん、だから強いんです。すごい。毎日いっぱいご飯を食べて、うん、毎日いっぱいお水を飲んでいるので体力がついています。あ、なるほどね、水。マーキュリーだから水ということ、うん、そんな安易な答えは許しません、はい、わけのわからない感じだよね。水をたくさん飲んでて。もう壊れちゃいましたね、マーキュリーも。もうだって安易すぎるもの。まあね、無理こしゃりこじゃ今。無理こしゃりこって何。はい、じゃあムーンは最後に取っておいて、はい、チビムーンちゃんどうぞ。チビムーンは、うん、正義というか悪を倒す力というか心があって、うん、それをみんなで一つにまとめてるからセーラー戦士は強いんです。おー、もうほんとしっかりしてるよね。ほんとにしっかりしてて、びっくりしちゃうよね。あー、ダメだ。もう私ほんと。さあ、そんなチビムーンちゃんの次にウラヌスちゃん、はい、外部のヴィーナスとも呼ばれてます、そうですとも。楽しみだ、答えが。なんて言うんだろう。その答えは、強いからです。そのまま。面白い。雪村さん、ほんとびっくりしちゃって。あんたのせいで、うちのクラスを怪我するとこだったわよ。まさか来ると思わないよね。とかプリンセスを守るって気持ちもそうなんですけれども、自分に打ち勝つ心というのが何よりも大切だと思います。遅いわよ、もうチェンジよ、チェンジ、はい、ね、素晴らしいこと言ってる。本当、はい、もういつも言うようにね、あなたはね、入りがバカなのよ。そう、後でいいこと言うのよね。最終的にいいこと言うのよ。え、うん、悪と戦う強い心を持っているので強いです。なるほど、はい、はい、ね、肉体的なことじゃない、やっぱ心だと、うん、はい、そして、はい、仲間、うん、みんなで力を合わせて戦うからさらに強い。なるほど、です。はい、まあ、久しぶりにいい答えを言えましたね。久しぶりに言わなくて。 OKOK。 ありがとうございます。ね、慎太郎、よかった。あ、ありがとうございます、うん、はい、じゃあサターンちゃん。はい、ですね、セーラーサターンは、うん、誕生という美しい心、気持ちを持っています、うん、なので強いんです。なるほど、美しい心を持ってるんで、うん、あ、はい、どうかしら。
はい、どうなのよ今の。ダメに決まってる。やったー、ピーちゃん笑い出して止まらなくなったからね。はい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 、今潔いわよ。はい、次行ってみましょう。じゃあプルト。はい、プルトちゃん。はい、セーラー戦士にはそれぞれ使命があります、うん、使命を果たすためならですね、命をかけてまでもやっているからです。あともう一つ、ガーネットオブが重いからそれで鍛えられてます。うまい、さすがーぷー。本当に重いんだもん。今のはさすがに文句のつけようないでしょ。文句のつけようないですよ。文句のつけようがないところがムカつくので変わってください。ムカつくなんてひどい。これぷー初めて行ったんじゃなかったっけ。そうなの、初めてだったの。そうだよね。じゃあ2問。待って、私今忘れられましたよね。そうだよ、忘れてた。これいつも忘れてたんだよね。これで5回目なんです。いいですか、私って影薄いですか。そんなって思っちゃったりもしました。でも違ったみたいでよかったです。はい、マリアちゃん。はい、いきます。セーラームーンは一番大切な銀髄章を持っているんですね。それを持っていれば強いんですけど、もし相手に渡してしまった場合、銀髄章がなくなった場合は、こうみんなと戦士、セーラー戦士で心を一つにしていれば、強くなれます。はい、よくできました、さすが座長。うん、さあ続いてのコーナーです。続いてのコーナーはもうこの人がですね、もうこの曲を歌わせろ、歌わせないとサンシャイン60の屋上からまさか綺麗な夜景見ちゃうぞとか言うんだ。普通じゃないですか。しかもロマンチック。そうなんです。はい、そんなロマンチックなことされても困るんで、もう歌わすことにしました。はい、曲はギャラクシアゴージャス。どうぞ。誰かと思ったら高木直さん。かっこいいね。ね、あの衣装もすごい似合ってる。あとこの振り全部ね、かっこいい、かっこいいよね。本当ね、練習もたくさんしてて、うん、すごいかっこよく決まってるよね。もうこの髪の長い高木さんを見ることってなかなかできないんじゃないかな。私初めてでびっくりしちゃいました。そうだね、なんか一瞬地毛かと思って。そうなの、え、似合ってるよね。そう、すごい似合ってて、あとこの衣装ね、キラキラ銀で本当にギャラクシアって感じで、本当ゴージャスね、ゴージャス、うん、かっこいいね。なんかさっきからずっとかっこいいかっこいいってるけど、もうね、かっこいいがもう本当に似合う人なの、ね、そうなんだよね、うん、やっぱさっきのディスティンドカップルとはまた違った感じだね。ね、全然違う。だからまたなんかいいよね。いろんな面を見せてくれるよね。そうそうそう。ギャラクシアゴージャスとは違ってしっとりとしたバラードでね、うん、なんか なんていうのかな、見入っちゃう、見入っちゃうね、うん、このすごい大人の魅力みたいなのがすごい出てて、素敵だよね。これ私ね、うん、待ってる時に袖で歌ってみたんですけど、うん、どうだった？とっても難しい。ね、難しいよね、この曲。こんなにね、上手に歌いこなすなんてね、ほんとすごい。すごいね。
ナオさんはギャラクシアゴージャス、どうでしたか？はい、ギャラクシアという役は、まあ、皆さんもご存知の通り、史上最強の戦士と言われておりまして、私は昔からすごくかっこいいなというイメージを持ってまして、ぜひこの歌をギャラクシアゴージャスを歌いたいなと思ってました。この機会がなかったらですね、きっと私はロマンティックに夜景眺めてたんですけど基本的にタイプがそういうタイプではないので歌った方がいいんじゃないのっていう優しい言葉をいただきまして歌わせていただきました。本当にどうもありがとうございました。優香さんはジャストラブ、忘れられない、どうでしたか？はい、この曲はかぐや島伝説で女海賊ルーフメローが歌っていた歌なんですけれども、ルーフメローはいつも女海賊ということなのでかっこよくていつも男っぽい人なんですけれども、初めて恋をしてその切ないこの気持ちは何だろうという歌を聞いて、すごくそういうところがいいなと思っていつか歌わせてもらえればいいなと思っていたので歌わせていただけて本当に嬉しいです。なおさんとゆうかさんを見ていると、はい、本当に今まで私が初めて入ってきた時から本当に今日までのこと全部思い出して、はい、それですごいかっこいいな、素敵だなって本当に思って、二人のこと、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ゆう、頑張って。頑張ります。はい、では、次のコーナーは男性キャスト VS 女性キャスト紅白歌合戦のコーナーです。このイベントに登場した男性女性よりそれぞれ代表を選びまして、どちらがかっこいいか素敵だったかを皆様に決めていただきたいと思います。それぞれ気合が入っております。皆さんしっかり審査してください。それでは先行は男性陣からいきたいと思います。準備はいいですか？はい。男性陣ノリノリですので皆様もノリノリでよろしくお願いします。それではいきたいと思います。男性陣が選んだのはこの曲です。どうぞ。はい、初めに出てきたのは青木さん、雪村さん、与田さんの3人です。イエーイ。すごいかっこいいね。迫力がすごい。やっぱり違うね。ねえ、男性にしか出せないものを本当出してきましたね。力強いね、うん、これ女性が歌ってたんだよね。そうなんだよね。小野光さんとか、スリーライツ、3人が歌ってたんだよね、この曲は。あの3人もかっこよかったけど、かっこよかったけど、この3人もかっこいい。負けてないですね、うん、この時袖でずっと乗ってて、もうほんとこっちまでね、こうわーってなりたくなっちゃう曲で、そうね、乗りやすい曲ですよね、うん。
いては女性陣、私たちも歌って踊っています。この曲どうだった、マリナ、歌ってみて。この曲はね、ずっと前にもライブで歌ったことがあったんですけど、私一人で歌いたくて、そうだね、やっとこのファン感謝イベントで一人で歌えて本当に嬉しかったです。よかったね、ノリノリですよね、うん、あとこの衣装とかもみんなね揃えて、そう揃えて買ったんだよ ねピンクピンクピンク全部ピンク、うん、かわいい。もう最初この曲すっごい歌って踊ってたんで、うん、疲れて歌えなかったんですね、最後まで。そうだよね。でもだんだんやっぱ体力がついてきたみたいで、すごい。だって普通息上がっちゃうもん。私だったらね、きっとゼーゼーしちゃって歌えないかも。いや本当後ろの踊ってる方も本当すごいと思う。わおわお、うん、足がすごい上がった人、どっちが良かったですか？もちろん私たち女性キャストの歌と踊りですよね。でも男性陣も女性陣も両方とも頑張ったので、ここは引き分けです。以上、紅白歌合戦でした。他にはいない、タンタンバンパイア。
センターへ。歌って踊って疲れたとは思いますが、早速この曲を歌った感想を聞きたいと思います。じゃあまずミキさんからお願いします。はい、この曲はドラクルシリーズのヴァンピール様の曲なんですけれども、私はその時ルフェイという役をやらせていただいて、本当に自分自身思い出深い曲なので、今この場で歌わせていただいて本当に光栄でした。ありがとうございました。じゃあアドさんお願いします。はい、私この曲踊っていた時はなんてかっこいい曲なんだと思ってまして、今回これ歌わせてもらうと聞いた時はもう無理無理ですと思ってたんですけど、言ってましたよね、無理無理って思ったんですけども、ね、小野さん光さんの雰囲気っていうのは独特で、はい、なかなか出せるものではないところをちょっと頑張ってみました。すみません。すごい、アドさんとミキさんなりのかっこよさが出ててよかったです、本当に。ありがとうございます。はい、私前から毎回毎回のイベントで言ってると思うんですけど、この歌好きで本当になんかずっと言ってるんで、みんな本当かなって思う人いると思ういるかもしれないんですけど、本当にビデオとかで見て小野光さんがヴァンピールで出ててこの歌を歌ってて本当にかっこいいなと思ってて、すごい踊りたかったんですね。やっぱ戦士と悪役の踊りはちょっと違うんで、悪役の踊りを踊ってみたいなと思ってたとこで、このファン感謝イベントで、そしてみんなでこうやって踊れることができて本当に良かったです。はい、ありがとうございます。そして昨日この衣装を休憩の時間に着てみちゃいました。すごい可愛かったんですよ、本当に可愛くて、本当にすごい着たくて、これが私が着たらどんな風になるんだろうと思って着てみたら、シックなムーンで、はい、もうこのマントもちょっとやってみたんですけど、やっぱり難しかったです。すごいと思いました。本当に歌いながら踊りながら、はい、マントさばきやりながら、はい、なんかこれでファン感謝イベント最後なんで、なんかお客さんに全部伝えようと思って、ありがとう、ありがとう、本当に素晴らしかったですよね。はい、本当に私今までで最高に楽しかったです。はい、ありがとうございます。ということで悪役の皆さんに花を持たせました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここでもう一度チビムーンに登場してもらいたいと思います。新チビムーンおいでー。はい、皆さんと楽しく過ごしてまいりましたファン感謝イベントもそろそろおしまいの時間がやってまいりました。はい、それでは新メンバーの方前に一歩出てください。はい、新メンバーもですね、これから激しいレッスンに立ち向かおうと張り切っています。私たちセーラー戦士を成長させてくれるのはファンの皆様の熱い声援です。どうか冬公演では今までにも負けない応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、チビムーンもタキシード仮面様も新しくなりましたので、私も新たな気持ちで冬公演頑張りたいと思います。みんな一緒に頑張りましょうね。はい、はい、はい、じゃあお客さんも一緒に、せーの、あー、はい、というわけでどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後の曲はもちろんこの歌です。ラッソルダ。今回もとっても楽しいファン感謝イベントになりました。これもファンの皆様のおかげです。どうもありがとうございます。それじゃこの曲でお別れです。せーの、ラッ